はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンティニューですけれども、本日のゲームはこちら、ドラキュラ伝説2ですね。はい、しばらく前にドラキュラ伝説1の方はやりましたけどね。初代ドラキュラ伝説。まあ、初代って言ってしまうと悪魔城ドラキュラ。うん、そんな感じ。よし、行きましょう。はい、コナミのアクションゲームでしょう。こんな感じですよ、と。パッケージこんな感じですね。パッと見区別つきにくいけどね。まあ、2って入ってるから、まあ、ドラキュラで2なんですけど。はい。じゃあ、行きましょうかね。何か変わったとこあった気がする。前、お試し枠で触った時に、今日のワンコンテンツ1回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームですかとかを紹介したり体験したりするという形でやっております。というわけで、どこまでいけるんでしょうね。はい、やっていきましょう。どうだろう。スーファミの悪魔城ドラキュラは何年にぐらいに出たんだろうな。それと、これ、こっちの方は古いのかな、新しいのかな、どうだろうな。もっと言ってもハードが違うから物は全く違うんですけど。さあ、というわけでやっていきましょう。これって何か調べるものなのかな、誰なんだろうね。どちらさんベルモンドなんですよね。はい、というわけで、ここは BGM になってなくていいのね。コナミ、ニンテンドー、スタート、パスワード。パスワードで再開ができるシステムは優しいね。まだね。ああ、オープニング。こう、音なってなくていいの。あ、なった。伯爵は生きていた。クリストファーとの戦いの後、崩れる城より逃れ、失った体の復活を狙っていたのである。あ、じゃあドラキュラ伝説で戦ったのがドラキュラ対クリストファー・ベルモンドってことね、多分。どうやら。15年後クリストファーの息子、ソレイユ・ベルモンドの、ヴァンパイアハンターとしての名を受け継ぐ儀式が行われようとしていた。しかし、伯爵はこの時を待っていたのだ。聖なる力を得たソレイユを利用し、その力で自らの体を蘇らせるようとしたのである。ほう。翌日、霧のように消えた、ソレイユを守るかのように現れた4つの城。はあ、はあはあ。そして今、新たな戦いが。じゃあ、その息子さんのソレイユを助けるために、再び、クリストファー・ベルモンドが立ち上がるみたいな物語かな、これ。ドラキュラ伝説、ドラキュラ伝説2はどうだったっけな、そのなんか悪魔城コレクションみたいなので遊べたっけな。前もこの話したような気もするけど。というわけで行きましょう。ステージセレクト。というわけで、面のセレクトができますね。まあ、多分上に登っていく塔が3つぐらいあるのかっていう塔と、まあ最初から高いところにあるステージと、なんでしょうね、なんか茂みにあるのか岩山にあるのかみたいなことですかね。どうしようかな。この辺、この2つはなんか足場ステージな気がするから、このなんか茂みっぽいところ、あ、でもこれなんか水ステージな気がするな。サハギンが湧きそう。で、岩山ステージはなんか岩が落ちてきそうだな。ここはなんか足場に乗れなくて死にそうだね。じゃあもう最初のここで。どんなとこかな？あ、クリスタルキャッスル。ほう。神殿っぽいですね、なんかね。セイントセイヤの世界観っぽいですね。あ、まあまあ、普通のこと。水中は、で、また弾を通ると強化されるか。ハート、あ、サブウェポンあるかな、今度。サブウェポンがありそう。あ、鳥！最初の敵が鳥なのやばいね。おー、生きて返すと思うなよ感がすごいね。一番最初に出会う敵が鳥っていうの。お、クロス。あ、サブウェポン使えるじゃん。避けないです、後ろ姿やな。あ、やっぱ無知から弾出るんだ。待って、あ、ジャンプ上 B でやっぱりサブウェポン使えるから、もう無知から弾も出せる上に、あ、いらない。無知から弾も出せる上に、このサブウェポンも使えるんやったらもうこれ無敵じゃない。ほらほら、ある程度ちょっとね、リーチがの問題でちょっと戦いにくい相手とか割といるからさ、
コインはいいや。どうせ地獄には金は持っていけねえ。地獄に行くことは確定なんですね。この辺ゾウゴン武器そうな気がする。あそこなんかいいのあるよね、絶対。それが罠だとしても、それを取りに行くのが罠や。ほら罠や。今着地したじゃない。今着地できたじゃない。そしてムチがデフォルトです。あれムチだ。あ、なるほどね。うん、ムチを強化、ムチが強化された時にあの出る遠距離。危な、剣殺し。今ジャンプするより後に出たかな、先に出たかな、あいつ。ジャンプしてから出てきたんだったらもう無理や。あの、これはボス前たどり着かない可能性が高いわ。もう2回死んだよね。大体残機って最初3だよね。あ、しまった、危な。次か。あ、下に鍵があんだ。なるほどね。あ、こう後ろから。おいおいおい、殺意が溢れてる。全然見てなかったの、下の鍵なんて。ああ、足場に乗っかってくれたもん。はい、よし。あ、壊せるのね。よし、よし、よし。ロープから飛び降りる時もなんか嫌な予感すんな。そっか、ドラキュラ伝説は、あれがないんだ。ファミコンでおなじみの感じの階段はないんだ。めっちゃ爆発するじゃん。おお、大ダメージでしたね。一発死にじゃなくて大ダメージなのは優しさなんだ。やっと強化できた。ロープに対して、ジャンプすると勝手に捕まってくれるっぽい。うん。で、A ボタンで、スーッと。よし。あと一発からタコを死ぬじゃん。スーッと。あ、バカ。熱い！ここから一応、あ、コンティニューは途中からさせてくれるんだと。まあこんな感じですね。はい、やはり簡単ではないというドラキュラ伝説でした。はい、の2でした。はい、サブウェポンが使える分と思ったけど、サブウェポンがなかなか落ちてこないですね。そういえば最初の方でその十字架と聖水は見たけど、それ以来見てないもん。甘くはないですね。はい、そんな感じで、今日のワンコンティニュードラキュラ伝説2でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。